こんにちは。今日はさつまいもの芋から取る苗を作ります。今年はなんかさつまいもの苗がなかなか手に入らないらしいんですけど、これはなんかそのところまで後ろ行く。いつもの年はさつまいもの苗がちゃんと売ってるんですけど、今年はどういうわけか芋の苗が少ないらしいです。ですから今回はこの芋の芽の出たのをホームセンターから購入して植えてみます。私の家では毎年6月の初めぐらいにこの芋を植えたいんで、その頃になるとなかなかホームセンターに苗が売ってませんので、家でこの大きい芋をドスンと3つか4つ植えると100本近く取れるんです。早く食べた芋は連休に苗を買って植えるんですけど、途中に植えたい時は芋を植えます。これはあんまり大きくない芋ですけど、苗が7、8本出ています。このまま育てるといつ頃大きくなるか分かりませんけど、6月のおそらく初めぐらいには2、3本ピュッと伸びると思うんです。それでは植えてみます。芋ですけど2つ一緒に植えます。これは苗を取るだけですから芋を取る意味ではないです。古い土を利用してプランターで植えます。水はけのいい、とてもいい土だと思います。それではここに穴掘って、芋の芽の出ているところはこうやって出ています。これを隠さないでこのまま植えます。もう下からこんなにたくさん根が出ているんで、肥やしをやるとすぐに大きくなると思います。ちょっと根元だけ押さえておきます。水やった時にグラグラしないように。これもたくさん根が出て、根っていうか芽が出ています。この芋の芽の出るとこは芋づるから離したとこから出るらしいですね。私もはっきりは分からないんですけど、もう20年ほど前に隣のおばさんからいろんなことを教えてもらいました。こうやって植えといて、でササエサンゴをあんまり芋の葉っぱにひつけないで少しやっておきます。家で育てるときは米の時汁なんかを毎日かぶせると早く大きくなると聞いています。まあ、ここは時汁がないですから、素菜サンゴで大きくなってもらいます。以上です。いつ芽が出るか楽しみですね。肥料をやって、たっぷり水をやって、で普通私たちの家ではこういう園芸用の意味でなんていうか保温するためにビニールをかぶせてあったかくしています。毎日それを蓋開けて水やってます。